ナース系中華トリガン、リボルバー電動ダーツブラスター。皆さん、ご機嫌いかが？ジョゼフィーヌです。今回は久しぶりに私のお部屋からお送りするわ。実はヤガンウォーズの撮影のせいで個人的にもこんなの買っちゃったの。ほら見てー。なんかとっても迫力のあるリボルバーでしょ？私みたいないい女にはこういうのが似合うと思うのよねー。こんな迫力のある銃を隠し持っていたらびっくりしない？じゃあ、レビューをどうぞ。どうも、ここからはいつものジョニーな人です。開封レビューと初速測定は私の方でさせていただきますね。Amazon で5月23日に注文して、5月31日に到着しました。送料込み3863円でした。外箱は結構おしゃれだね。全部玩具とでも読むのかな？どういう意味なんだろう。開けてみましょう。ターゲットペーパーが1枚。こっちは取扱説明書だね。銃本体のカラーはホワイトかサンドを選べたのでサンドカラーにしてみました。触った感じはプロテイン塗装のようなしっとりした表面処理です。これはスペアマガジン、じゃなくてスペアシリンダーです。これはショートサイレンサー。これは充電式バッテリー。こっちが USB 充電ケーブル。すぐに遊べるように充電しておきましょう。USB 給電なのでパソコンなどに接続しておけば充電されます。これは中華トイガンにはおなじみの使えないダットサイト。こっちはフラッシュライト。これで以上かな？あ、スポンジダーツ弾が入ってた。ダーツ弾が20発と、プラスドライバーが1本入っていました。取扱い説明書を眺めてみましょう。中国語しか書いてないけど、イラストがわかりやすいので問題なし。バッテリーはバレルの下に入るみたい。じゃあ充電している間に付属品をチェックしましょう。ダットサイトのダットは、こんな感じの全く使えないやつ。フラッシュライトも安っぽいけど、これはライトとして機能するので普通に使えるやつです。銃本体には上部と下部にそれぞれ 20mm レールが設置されています。ここにダットサイトやフラッシュライトを装着するんだね。サイレンサーはバレルの前にはめるだけの簡単装着。ここに全部グアングとモールドされています。どういう意味なのかなー。サイレンサーは中華トイガンにありがちな単なる筒ではなく内側もありますー。このレバーがシリンダーをオープンさせるレバーのようです。レバーでこの部分が前後動するんだね。ここから空気が前に放出されるんだね。ハンマーは単なるお飾り。ここのネジを外してバッテリーを中に入れるのかな？シリンダーは結構シンプルな作りです。
シリンダーの回転方向はスミス・エンド・ウェッソン系の反時計回りです。それじゃあバッテリーを入れてみましょう。トリガーを引きっぱなしにすると空気は連射されるけど、シリンダーは回転しないのでフルオートでは撃てません。他には何も機能はないみたい。じゃあスポンジダーツを入れて撃ってみましょう。ダーツはシリンダーにすっぽりと収まります。こんな風に先端がはみ出ていると撃てないので注意みたいですね。こういう風に辛い位置になっていないとダメみたいです。撃てた。しょぼ。あれ？あ、大丈夫みたい。コッキングしないでリボルバーが撃てちゃうんだ。もう一回撃ってみましょう。スイングインはちょっと無理みたい。結構調子いいじゃん。じゃあ初速を測ってみましょう。 10.9。 あれ？不発だった。 4.2。 11.2。 11.7。 11.4。弾が残っていないから、不発の2発目は3発目と一緒に出ちゃったのかな。初速は11メートル前後と低めだね。パワーはそんなにないみたいだから絶対的な性能もかなり低空飛行かな。ここにも全部グアングと刻印されています。この銃の名前なのかな？リボルバーと電動の組み合わせ、なんか面白いねー。うん、癖になる楽しさだ。いかがでしたか？なんか面白い銃よねー。中国のおもちゃメーカーって奇想天外なアイデア漫画いっぱいなのね。マガジン交換みたいにシリンダー交換とか、こういうチープな光学機器をとにかくつけたがるとか、ほんと、面白いわよねー。ヘンテコリンな銃であなたのハートをロックオン。なんか楽しいから、グルーピングチェックは私がやっちゃうわよ。
特設シューティングレンジに来ちゃった。このてんこ盛り状態で撃ってみるわね。初速が低かったから距離は 2.5 メートルで計測するわ。2.5 メートル。行くわね。全然ダメね。初速が低かったから期待はしていなかったけど、もう一回撃ったらちょっとはまともになるかしら。じゃあ2回目行くわね。やっぱり、ダメなものはダメだわ。でも、ダメダメなゆるい銃を電動でセミオート射撃できるのは面白いわ。こちらからは以上でーす。予想通りの低性能低グルーピングだったわね。でも私の部屋のような可愛いお部屋で部屋打ちするなら、このくらいのパワーでも十分に楽しめそうね。それじゃあ、今回はこの辺で。ごきげんよう、またね。